You're listening to Shibuya Cross FM。メンタルセラピスト系のズッキュンラジオ。皆さんこんばんは、メンタルセラピスト系です。本日から3ヶ月間、ここ渋谷クロス FM さんで生放送、私 K がメインパーソナリティを務めさせていただきます。よろしくお願いします。先日行われた LINE ライブの冠番組争奪イベントで優勝させていただき、再び冠レギュラー番組をやらせていただくことになりました。本当にありがとうございます。前回は12月のイベントが行われていて、前回1、2、3月と3ヶ月やらさせていただいたんですが、また今回も1、2、3月やらせていただいた嬉しいご感想だったり、またもう一回やってほしいというリクエストをいただいて、ちょっと決意、もうラジオイベントも結構盛り上がってきてるので、覚悟を決めるまでもかなり時間を用意したんですけど、思い切ってチャレンジすることにして、もう本当にありがたいことに今回も3ヶ月間4,5,6 と、続く冠番組メインパーソナリティを務めさせていただくことになりました。チャレンジしてよかったなと今では思ってます。たくさんの応援本当にありがとうございました。もう感謝の気持ちしか出てきません。もう今ちょっと泣きそうになっちゃう。ありがとうございました。そう、こんな感じでたくさんたくさんの感想をいただくことと、今も雨の中、こんなにねたくさんの方聞いてくれてるな、見てくれてるなって、今日来れない遠方の方とかもおそらくブラウザでね見てくれてるなって思うと、やっぱり楽しんで頑張りたいなっていう気持ちがとっても強くなってます。本当にありがとうございます。もう感謝の気持ちしか出てこないです。ここからまた3ヶ月間よろしくお願いいたします。楽しいね、素敵なゲストさんも今回もお招きしてるので、今日もね素敵なんですが、また3ヶ月よろしくお願いいたします。それでは早速最初のコーナーに行ってみましょう。お便り企画、もうすぐゴールデンウィークステイホームの楽しみ方。ということで、もうすぐゴールデンウィークなんですよね。で、今日29日祝日ということで、今日からゴールデンウィークっていう方がいるっていうことも聞きました。長いね、長いお休みに入る方もいらっしゃると思います。で、ここでは、ゴールデンウィークステイホームの過ごし方、ちょっとね今年って例年通りの長いお休みではなくなってきたかなって思うんですが、ステイホームの楽しみ方ということでお便りを募集しておりました。いくつかねちょっと紹介させていただきたいと思います。と、困ったあきらくんさんからお便りいただきました。ありがとうございます。とゴールデンウィーク、過去のゴールデンウィークですね。ちょっと去年今年ではなくて思い出です。とこのあきらくんさんは、付き合っていた彼女と別れて1年、新しい彼女と遊園地でデートをしていたら、元カノが新しい彼氏を連れて歩いているところにばったり。お互いにめっちゃ気まずかったですが、お互いに新しい彼女、新しい彼氏をしっかり見比べて品定めしていました。おぶほほほほほとのことです。すごい、いっぱいいっぱいお便りいただくんですけど、こうやって面白い締め方をしてくれるので、私もお便り読みながらふふふって笑ってました。すごいすごい過去のことなんですけど、面白いお便りたくさんありがとうございます。で、この困ったあきらくんですね、今年はというと、やはりこのご時世なので屋内での過ごし方もやっぱ限界があると思うんですね。屋内が、ね、好きな方だったらすごいいい期間が過ごせるのかなって思うんですけど、もうちょっと屋内飽き飽きしたっていう声も結構聞かれるので、この今年は屋内では、ちょっといろいろ集まったりして密になるところはやっぱり避けましょうっていう、緊急事態宣言も出てしまったりとかしていますので、そう、私のこのあきらくんさんのおすすめは神社巡りですということです。
うん、でこの方関西圏の方なので関西の素敵な、ね、スポットを教えてくれたんですが、滋賀県の日吉大社と近江神宮が静かで広大でな境内で森林浴もできておすすめです、そのことです。でこれもすごい素敵だなと思っていて、私も都内住みなんですが意外と大きな森林だったりとか、神社だったりとかお寺だったりとかがあったりして結構厳かに過ごせるんですよね。でこれからどん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 暖かくなってきて、そういう過ごし方もすごいいいんじゃないかなって、私もなんか読みだめしてなかなかお家だと進まないなっていう本を持ってちょっと行ってみようかなって思いました。とってもすごいいい過ごし方だなって思ってお便りをね読んでました。とってもとっても、そう毎回お便り質問コーナー設けさせていただくんですが、たくさんたくさんお便りいただいて本当にありがとうございます。楽しい、もう本当読み上げきれないぐらいいただいてるんですが、うん、あとはねぎらいの言葉をね一番いただくんですが、配信と LINE ライブで配信を私はさせていただいてるんですが、配信時間がちょっと遅くなったりする時があるんですね。で仕事をしながらっていうことも知ってくれてたりとかして、そういつ寝てるんですか、ちゃんと寝てくださいねっていうねぎらいの言葉がすごく多かったです。そのくらいやっぱり体調も心配してくださってるんだなと思って、画面越しではありますが、なんだろうな、見ててくれてるのかなとか心配してくれてるのかなとかいろんなことを感じさせるでくれるお便りコーナーです。ありがとうございました。名前はね読み上げたいんですが、ラジオネーム書いてない方とかもいてちょっと許可をね取りたいなっていうところで、ラジオネームすべて読み上げられることができないんですが、たくさんたくさんのお便りありがとうございます。またね、5月6月もお便りコーナー質問コーナー設けていくので、ぜひぜひご参加ください。 FM の電波に乗せちゃいましょう。うん、ね、そうだな、お便りをね読まさせていただいたところで、それでは次のコーナーに行ってみたいと思います。次のコーナーは同じ LINE ライブイベントのコーナー部門で優勝したすみそ姉さんのコーナーです。それではすみそ姉さん、ごめんなさい、間違えた、すみそ姉さん、どうぞお入りください。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。こんばんは、すみません、お名前噛んでしまって。いえいえ、とんでもございません。どうにでも呼んでください。ありがとうございます。すみそ姉さんでございます。はい、ということで LINE ライブライバーのすみそ姉さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今回からですねワンクールこのコーナーを担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ではですね、それでは早速ですが始めさせていただきます。はい、すみそ姉さん、ではよろしくお願いします。レギュラーコーナー企画、インスピソング、すみそのおすみつき。おすみつき、はい、このコーナーは私の好きなものをテーマにした問題をなんとアカペラで歌いながら出題します。アカペラで、はい、はい、急ですねこれね。楽しみです。今月のテーマはですね、うん、アニメなんです。はい、歌っている内容が一体何のアニメなのかを当てていただきたいと思います。はい、クイズコーナーということですね。クイズコーナーですね。はい、Kさんにはですね今回回答者になっていただきます。はい、はい、ぜひ見てくださっている皆さんもですね一緒に考えてみていただければと思います。一緒に考えてください。はい、はい、ちなみにケイさんアニメお好きですか？アニメは、過去に見てたんですけど、はい、プロフィールの、ね、ところにも書いてあるんですが、はい、3年前にちょっと日本に戻ってきたのでちょっとブランクはある感じです。なるほど、でも大丈夫です。皆さんが知ってるようなアニメしかですね問題にしておりませんので安心してください。はい、よろしくお願いします。お手柔らかに。はい、ではですね早速ですが練習がてら1問目いってみましょう。はい、よろしくお願いします。お聞きください。1問目はこちら。寿司屋行きたくなる国民アニメ、なんと今年52周年。はい、ということで問題はこちらです。ででんと、はい、
お寿司屋さんに行きたくなるようなそんな国民的なアニメです。はい、そしてなんと今年で52周年なんですね。なんと長寿番組なんでしょう。さあ何のアニメでしょうか。今年で52周年ですか。寿司屋に行きたくなる国民アニメ、いかがでしょう。皆さんも、ね、パンダさんも、ね、買っていただいてくださってますけどね。ちょっと待って、今みんなにヘルプを。どうですか、分かったよっていう方いらっしゃいます。いない、なんと全滅ですね。これね、そうですね、なんかワードで連想して想像してつなげていただけるといいんですけれども、はい、お寿司屋さん行きたくなるなということは、なんかお魚が関係してるのかな、うん、お寿司屋さんで行きたくなる。52周年もということはもう結構長いですよね。半世紀以上ですもんね。見ているかもっていうやつですね。いかがでしょうか、うん、半世紀続いてるアニメですか。ケイさんの答えをどうぞ。はい、わかりません。潔いです。はい、ということでですね、では答え言ってみましょう。はい、よろしくお願いします。こちらの答えはででん、サザエさんでした。なるほど。はい、ということでですね、登場人物、うん、皆さん海にまつわる美味しいものということなので、はい、お寿司屋さん行きたくなるというふうに表したんですけれども、うん、重要なのはその後ですね、有名な話なんですが、うん、サザエさんは世界で最も長く放映されているテレビアニメ番組として実はギネス世界記録に認定されているんですね、うんうんうん、はい、なので本当に日本は素晴らしいアニメ大国だなと感じることができる素晴らしいアニメの一つでございます、うん、はい、はい、ということでですね、このように謎々感覚で出題していきますのでですね、うんうん、2問目もキーワードからぜひ連想してみていただければと思います。わかりました。ちょっとあれですね、はい、うん、ちょっと難しかったかな、うん、2問目の方が難しいかもしれない。でも行ってみましょう。はい、はい、よろしくお願いします。2問目こちら、部活打ち込みすぎ青春アニメ、そう左手は添えるだけ。はい、ということで2問目問題はこちらでした。じゃじゃん。さあいかがでしょうか。これは大好きです。なんとこれは名言がありすぎて、あ、もう分かってる目をしてますね。ちなみに見てくださってる皆様も分かった人、はい、あ、分かってる方いらっしゃる、はい、マスクの下もドヤ顔です。そうですね、もうなんか違う動きしてるぞ。あれ、ちょっと待って、惑わされた。あれ、大丈夫ですか。では聞いてみましょう。はい、ケイさん答えをどうぞ。とバスケットボールをベースにした漫画でスラムダンク。ででででで、ピンポン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 、ありがとうございます。よかった。安心しました。名言がもうこれはたくさんなので、そうですね、名言たくさんですね、うん、はい、この問題にさせていただいたこの左手は添えるだけっていうのは物語で登場するもうめちゃくちゃ有名なシーンの名台詞なので、スラムダンク見たことある方だったらもうすぐ分かるワードでしたね。逆を言えばもう知らない方はさっぱり分かんない問題だと思うんですけれども、こちらスラムダンクは1993年10月16日から1996年3月23日まで全101話放送されたもう大人気大人気アニメでございますね、うん、そして今年1月には映画が新たに公開されるというニュースが入りまして、心躍ってる方はかなり多いんじゃないかと思います。はい、私もそのうちの一人でございます。はい、はい、楽しみですね、映画、はい、いかがでしたでしょうか。ケイさん、インスピソングということですけれども、いや、なんか、はい、アンパンマンのソングで、はい、アカペラじゃないですか、はい、アンパンマンに持ってくれるんですよね。そうですよね。一応ですね、アニメというテーマにしたので一番ほがらかな、そうですね、うん、アンパンマンのマーチを選んだんですけれどもですね、はい、3ヶ月いろいろと私の好きなものをテーマにして問題を出していく中でですね、メロディーは変えていこうかなと思っておりますので、はい、はい、ぜひぜひですね、この3ヶ月間次回もお楽しみいただけたらと思っております、うん、鍛えられそう、いろいろ、はい、ありがとうございます。鍛えられそうで、あれ、もう一問ないんですか。もう一問、お時間大丈夫ですか、うん、大丈夫ですよ。ではもう一問行きましょうか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、行きます。続いての問題こちら、いつも壁の中で怯えて過ごす、でかい
肌感冒怖いから、はい、いかがでしょうか。ででん、これね、もしかしたらね、先ほどね、ブランクがあるっておっしゃってたからね、わからないかもしれない。壁の中で、はい、怯えて過ごす、はい、でかい赤い陰謀、はい、いかがでしょう。あ、どうでしょう、でかい肌感冒、わかる方はいらっしゃるかな。わからない、あ、わかった、あ、わかっている、あ、うんうんと言ってくださっている。わかる、わかる方いる、はい、これ結構わかる方には簡単なんですよね。え、最近のですか。でもですね、連載としては11年半もやっていたですね、すごくすごく大人気の、最近4月に、うん、漫画は最終回を迎えたですね、大人気、うん、大人気、私が一番大好きなアニメなんです、漫画なんです、はい、じゃあ私はもうギブアップなので、すみそ姉さんも大好きなもうワード発しちゃってください。わかりました。ではではですね最後にもう私の大好きな大好きなアニメの、はい、タイトルをですね叫んでこのコーナー終了したいと思います。よろしくお願いします、はい、この3問目の答えはこちら、進撃の巨人でした。そんな、なんか、はい、ガタイな、聞いたことありますか。いい人がバッとやってくるんですか。そうなんです。あ、進撃の巨人はもう全くご存じない、うん、名前だけ聞いたことある。あ、名前だけはご存じ、うん、ぜひですね見ていただきたい。もう謎がたくさんありまして、その謎がどん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 解き明かされていくということでですね、うん、すごくすごく感動だけじゃない、もう悲しみだけじゃない、怒りだけじゃない、もう全ての感情がすごく詰まった素晴らしいアニメですので、うん、ぜひぜひお時間あればですね、ご覧いただければと思います。ハマりそうですね。私なんかハマったらハマっちゃうんですよ、すごい。あ、そうなんですね、うん、今違う漫画とかもアニメとかも小説とかも並行して読むんですよ。あ、そうなんですね。10冊を並行して読むみたいな感じ。多いですねそう、ハマっちゃうの で、 満載ですね。ちょっと落ち着いたら、ぜひぜひ、なんかいいゴールデンウィーク過ごせそうです。ありがとうございます。進撃の巨人を見ながら神社に行ってきます。ぎゅっと詰めて見ていただければと思います、はい、はい、ということでいかがでしたでしょうか。え、なんか斬新、斬新ですよね。こうアカペラでヒントを出しつつ、ね、こんなことばっかり配信でもやっておりますのでですね、はい、ぜひぜひですね配信にも遊びに来ていただければと思います、はい、ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。こちらこそです。ではですね、うん、これで、インスピソングすみそのお墨付き終了させていただきます。また来月お会いしましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。すみそ姉さんね、ありがとうございました。またね、来月お会いしましょう。ということで次はそろそろお待ちかねのゲストをお呼びしたいと思います。今回も素敵なゲストさんにお越しいただきました。それではお呼びしましょう。前回に引き続き LINE ライバーのペイちゃんとマナちゃんです。どうぞお入りください。よろしくお願いします。皆さん私たちお気に入りに来てくれてる、ありがたいことに本当にみんなで見に来てくださって、この雨の中ね、ありがとうございます。姉さん、進撃の巨人ですよ。分かんなかったですね、あれね。分かんなかった。僕は分かってましたよ。なんかすっごいね、大きなものが突撃してくることしかない今日はようこそいらっしゃいました。いや、それでは早速自己紹介お願いできますか、はい、ではまなちゃんからよろしくお願いします。マナって言います。中学3年生の14歳です。エッグガールズという読者モデルをしています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあペイちゃんお願いします。はい、前回も読んでいただいたんですけれども、沖縄県出身の、23歳ですね。LINE ライバー兼シンガーソングライターのペイちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そう、じゃあまず私からのね、マナちゃんの紹介させていただきたいんですが、はい、お願いします。そう、マナちゃんはね、エッグガールズっていう、エッグの読者モデルをやられていて、はい、エッグの専属モデルを目指して頑張って配信したり、はい、あとなオフ会みたいなね、フェスをやったりとか、はい、行ったりとかしてファンとのね交流を図って頑張って活動してらっしゃるマナちゃんです。可愛いです。ありがとうございます。
14歳、はい、中学生なのに、うん、そうこんなに何お話できるんだっていう、確かになんかめちゃくちゃ大人っぽい、そう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 、めっちゃ緊張してます、僕より10個下なんですよ、そういうことだ、びっくりしてなんかそれを感じさせない、うん、なんか女性配信者さん、うん、まあ、配信者さんでねくくれないんですけど、みんなそうびっくりしたのはやっぱ芯のある方って、目標のある方ってやっぱそういう方多いなと思って見てました、うん、ありがとうございます、うん、なんかいっぱいレパートリー持ってたり、またそれは後でいっぱいレパートリー持ってたり、はい、引きつけるものがなんかやっぱりあるんですよね、うん、そうですね、うん、で今回はこういうご縁があって、はい、そうお招きさせていただいたんですけど、よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。てっぺいちゃんはそうだな、前回もね、はい、3月に来ていただいたんですけど、はい、そう歌は もちろんのこと、いいおしゃべりも上手だし、はい、もうさっき裏でもねお二人でお話ししてくれてたんですけど、本当にムードメーカーだし、はい、まあ、ドライなんですけど、はい、いやいやいやドライじゃないですよ全然あ、そうっすね流しがちですけどね、結構ねそれこそね、なんかいいところでもあり、はい、うん、いろんな方がファンとしてついてくれる感じがする、なんかすごい柔軟性のある方だなっていう、はい、うん、もっと褒めてくださいあ、もうやめようやばっえ、じゃあここで、前回ちょっと飛ばしちゃったんですよ私が、はい、ここでお二人から私の、まあ、配信だったり、はい、活動を見て思うことを聞いてもいいですか。思うことですか。思うことありますか。すごい楽しい配信ですありがとうございます。見てて、うん、1時間早いなってすごい思います、うん、ああ嬉しい、はい、確かにそれは嬉しいですね、配信者としては嬉しい、配信者としては嬉しい、うん、本当ですかいつも笑ってるって言われる。めっちゃ笑ってますね、うん、めいちゃんからはなんか私へのなんかあれ、僕はそうですね、うん、なんか第一印象と結構ギャップがあるなっていう印象です。あ、よく言われます、言われる、なんかね、絶対ふざけなそうな、なんかクールなお姉さんかと思ったらめちゃくちゃなんかヤンスヤンスとかやるし、なんかちょっと頭のおかしい人みたいな、ね、そう、なんか意外とね、このラジオでは見れない部分がね、うん、LINE ライブで見れますよね、ケイさんもね、やっぱりね、こういう FM ラジオだと、うん、やっぱりこういう感じではいますけど配信だと個人的にねやってるものっていうのがあるの で、ね、うん、やっぱ砕けてますよね、はい、でもやっぱりよく言われるのがイメージと違ったっていう、うん、やっぱ勝手なイメージはやっぱつけられたりとかしがちなので、うん、一回休みに来てくれてもいいかなって思います。そうですね、ギャップがすごいです。ギャップが、ギャップがありますね、ギャップが、うん、ギャップで売っていこうかないや、もう売れてるんじゃないですか、ギャップで。あ、大丈夫か、ギャップでできてると思いますよ、ありがとうございます。で、そんな感じで活躍されてるお二人を今日はね、ゲストさんとしてお呼びさせていただきました。で、ここではお便りね、はい、募集させていただいたところ、お便り質問、はい、させていただいたところ、今日はもうとってもケン君ね、もうまなちゃんにもぺいちゃんにもね、本当にたくさんたくさんお便り質問をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそねありがたいですよね。ありがたいですね。ありがたいです。じゃあまなちゃんからいきましょうか、はい、じゃあまなちゃんに来てるお便りで、じゃあちゃんぱんさんから来てますよ、はい、ゲルになろうと思ったきっかけはっていう。きっかけはもともとすごいギャルが好きで、うん、もうすっごい可愛いと思ってて、うん、でそれで自分でメイクの研究だったり、うん、いろいろ磨いて、うん、もう憧れのギャルがいるんですよ、うん、それがゆきぽよちゃんがすごい好きで、うん、少しでも近づけれるように自分なりに頑張ってます、うんやっぱきっかけって憧れの方がいたりとかして、うん、なんかそれに近づきたいなみたいな感じでメイク勉強してって分かる。すごい、なんか全部自分で勉強したんですか。そうです。すごいね、素敵。14歳でしょ14歳、僕自分が14歳の時何も考えないで生きてましたよ、だって、うん、パラパラ考えてなさそう失礼じゃないですかそれ大丈夫ですか。え、なんかそのきっかけというか、そのギャルが好きだったっていうか、なんか雑誌とかを見て好きになったみたいな感じなんですか。 YouTube とかずっと見てて、
でエッグのチャンネルとか見てて、世代がね YouTube から入れて、それ確かにそうだ、はい、僕らの時はそう雑誌を見てとか、うんうん、まだ雑誌とか、うん、あなんか素敵だなって思って、そうそうそう真似するっていうのが、うんうんうん、ガラケーでしたもん僕ら。ガラケーですか。ガラケーでした中学校は、うん、そうそうそう、なんか一番初めて持たされた携帯が iPhone だっていう話を聞いてびっくりしました。確かにもうみんな持ってますもんね、うん、ジェネレーションギャップだと思ってそう、まなちゃんにもね本当にたくさんお便りいただいてるんですが、はい、ね、本当に時間の関係で全員の、ね、お名前を読み上げさせていただけ、うん、全員の、はい、お便り読み上げられなくて本当に申し訳ないので、お名前だけねラジオネームいただいてる方だけ読み上げさせてください、はい、ありがとうございます。うん、パンダさん、うん、桜木さん、座敷わらいさん、もうあといろいろもう本当にいっぱいいっぱい、今日もねケン君来てくれてますいっぱいいっぱいありがとうございます。ありがとうございます。お、ね、お時間の関係で全員の、ね、名前読み上げられないのが残念ではありますが、はい、うん、残念ですね。本当にねありがとうございます。一緒にねこういう楽しい番組作りをしてくれたの、はい、本当にありがたいです。嬉しい。じゃあ次ペイちゃん。はい、うん、ペイちゃんへはなんか前回もそうだったんですけど、はい、結構こういう質問というよりはなんだろうな、激励みたいな、そう激励だったり、なんとかしてくださいっていう、うんうん、ものが多くて、はい、ラジオネーム北海道のカリンさん、はい、カリンさんですね、カリンちゃん、うんうん、はい、これいつか直接、そうペイちゃんダンスもやられてるので、そうですね、ダンスもやってます。直接歌声やダンス見たいです。これからも無理せず頑張ってくださいとのことです。ありがとうございます。優しいね、うん、無理せずって添えてくれてるあたりがもうやっぱりなんか激励の言葉とかいただくとすっごい嬉しいですよね。嬉しいですね、本当に頑張ろうって思いますね、うんうん、なんか冒頭でもね私が一人でちょっと話してた時に、はい、激励の言葉とかいただくと、うん、まあ、なんか画面越しなのに、うん、なんか距離感ってすごい近いじゃないですか、うん、確かに近い感じ、ちょっと具合悪かったり、ね、うん、する時も、まあ、楽しみにしててくださってるんだなと思って配信つけたりするんですけど、うん、そう、あの無理しなくていいよとか頑張ってねとか言ってくれると、うん、すっごい染みますよね、はい、いや分かりますで裏でペイちゃんとはそれ、ね、なんかちょっと重なったんですよね、具合悪い時期が。あ、そう、そうですね、でこういうなんか励ましの言葉とか、はい、ねぎらいの言葉とかってしみるよね確かに共感してましたもんね私は励んだったのあれを渡しましたありがとうございますすごい、ね、本当にちょっと距離が近いものがその LINE ライブ、まあ、私たちが、ね、使ってるのは使ってるツールとしては LINE ライブなんですけど、うん、はい、うん、距離が近かったりしてとっても素敵なツールだなって思います。出会いもね多いですね。多いですね、うん、いろんな方がいらっしゃいますもんね。いろんな方いらっしゃいますね、うん、本当に。でおかげさまでこういう、ね、場も設けさせていただいたりとかして、はい、ありがたい、もう感動しかなくて私ちょっと冒頭から泣きそうでしたでまさかちょっと続けられると思ってなかったので、うん、はい、うんうん、あれがあれヤンスが最後だと思ってたのでちょっとはっちゃけちゃったんですけど確かに最後ヤンスヤンスでしたねヤンスヤンス言ってました。あの気になる方は気になる方はぜひぜひ検索してみてくださいヤンスヤンス言ってますあれが本当に最後だと思ってたので、うん、はい、うん、本当にありがたいです。うん、うん、ちょっと脱線してしまいましたが、うん、あとはちょっとくるみさん、はい、うん、ペイちゃんに、うん、くるみさんからお手入れいただいてます、はい、うん、質問ですね、はい、うん、いつも元気なペイちゃんの元気の源は何ですか、はい、ということです。元気の源、そうですね、まあ、ペイちゃんといえば歌とカレーライスなんで、やっぱり僕自分でカレーライスを作るんですけど、カレーが好きなんですか。カレーライス色ですもんね。そうですね、か確かに確かに、ちょっとあのカレー粉をイメージして今日は切りで来たんですけれども、あの全然そんなイメージしてないですよたまたまですよ。そう、カレーが好きなんで、なんか自分で作るカレーがやっぱり元気の源ですかね。うん歌を歌ったり、はい、結構もう全力で歌うんですよ。あ、歌はそうですね。歌配信ってなんかいろいろね、いろんな方がいると思うんですけど、はい、全力でやってるので、ね、結構疲れると思うんですよ、見てても、はい、でなんかダンスの公演とかもね、あ、そうですね、配信してたりとかして、ね、結構全力でやってて、
常に動いてるイメージがあって、そうなんですか。多動なんですね、うん、僕あの動いてないと死んじゃうみたいなそうそうですで本当に私もそんな感じで、あの、はい、なんだろう、時間があればちょっとラジオつけちゃったりとかするんですけど、あの毎回本当にありがたい、あの心配してくれてるんだなと思ってありがたいんですが、いつ寝てますかっていう質問だらけでしたでもなんだろう、サービス精神旺盛ですよねとか言われるんですけど、はい、なんか私が楽しいからやってるだけで、確かに。でも、おかげさまで睡眠時間のことを心配されるっていうけど本当に寝ないときはやっぱりちょっと寝つけないときもあるんですけど、これちょっとお天気が崩れると女性の方がなりやすいので、ね、寝づらくなっちゃったりとか、でも本当にしっかり寝てるので大丈夫ですご安心くださいね、AM の電波借りて言わせてもらうっていう贅沢で、そうだな、あのお花もね届いてました、で、ペイちゃんにはお酒、そうですね、ちょっとなんかね素敵なお品物が届いてたんですが、素敵なプレゼントをいただきました。のじこさんから、のじこさんありがとうございます本当に、ね、本当にのじこさん本当ありがとうございます、はい、聞いてくれてるかな、どこかめだろう、のじこさん聞いてくれてるかな、うん、なじこさんはこれ、はい、皆さんに質問ですということです。あ、全員にですか、うん、はい、はい、ね、これもうすぐドリームジャンボ宝くじの発売ですが、はい、前後賞合わせて5億当選しました。皆さんはどのように使えますか、また家族友人、まあ、近くの人に教えますか、という質問が来ました、これみんなで答えられるので。5億ってすごくないですか。すごい大金ですよ、5億って5億でしょ、うん、どうだろう、僕から言った方がいいですか、うん、なんてことなんかね、はい、いただいてるか、ペイちゃんから言ってみましょうか。あ、じゃあ僕から、5億だったら、うん、まず家族には話しますね、僕、うん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 、あの、はい、で、友達は多分言わないです、うんうんうん、うん、あのどんなに仲良くてもなんかお金でなんか友情関係が崩れそうで怖い部分もあるので、それは多分言わなくて、で、まあリアルな話すると、そのまあ今までの奨学金とか、なんか家のローンとかを払ってちょっとリアルなんですけど払って、であとは残ったものでなんかプロの方とかにお願いして、自分の歌をアルバムを作りたいなっていう、あー素敵素敵、楽曲を作って、なんか MV とかも多分5億もあったらもう余裕で一つのアルバムとか多分できると思うんで、それをちょっと作ってもう自分でライブできるぐらいのことをするかなって思いますね、うん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 、すごい素敵です、ね、素敵だし現実的、はい、現実的まなちゃんはなんか5億って、ね、ちょっと想像しがたい感じがするんですけど、わかんないですね、想像できない、たくさんあるお金、お金がでも家族には言います、うん、で、5億だったら5人家族なんですよ、うんうんうん、お兄ちゃん、お兄ちゃんが2人と、うん、お父さん、お母さんと自分です、うん、1人ずつに1億ずつ1人ずつはい、で、好きなことして過ごせればな、みたいな、いや、1人1億でも多分相当使い切れないぐらいの使い切れないと思う絶対え、Kさんはなんかどういう風に使われるんですか。私もやっぱり家族にこう分けて、うん、家族にしか多分言わないと思います、うんうんうん、で家族に分けて、私あんまりなんか物欲とかないんですよ、なんかできればいいぐらいな感じで、うん、あとはもう資産運用しますね。そうなるほど、僕らにはない考えですねリアルすぎるかなちょっとリアルな感じで資産運用します。で、これ私あんまり宝くじってあんまり縁がないんですよ。あ、そうそう、あんまり買わないなと思って、うん、でもちょっとね、過去に配信でもお話ししたんですけど、なんかピンと来た時に買いに行ったら当たったんですよ。すごい。そうそうそう、なんか宝くじってどういうもんなんだろうと思って、はい、日本の宝くじまず知らなかったので、うん、なんかピンと来た時に買ってみたら当たっちゃって、普通に、え、すごいでこんなもんかみたいな感じで騒いでて、いや、なかなか当たんないって聞きますけどね、宝くじって。で、ドリームジャンボをちょっと調べてみたんですね、はい、あの、発売期間、
が5月7日だからゴールデンウィーク後かな、はい、ですね、終わりぐらいから6月4日まで発売で、抽選日が6月11日って出たんですよ。はい、でペイちゃんが6月12日の誕生日なんですよ。そうですね、僕12日13日なんですよ。すごいですよね、これ玄関過ぎて確かに確かに1日違いですよね確かに、すごい、ちょっと誕生日プレゼント的な狙います、何かが当たったらすごい当たるかなって思って、すごいけどね。そう、これびっくりしたよ。サイトちょっと調べてみたら、抽選日がね、その日だから、ちょっと今コラボ配信します、その時コラボ抽選、ね、ちょっとね、宝くじ買いに行く配信とかやってみようかな。いいと思います。やだな、なんかいいだね、なんか家族に言うとか言ってみんな知れちゃうね、うん、あ、確かにね、全員に知られちゃう、確かに配信しちゃったら当たったとか言ったらもうみんなに知れ渡っちゃうからダメですね、これ。こうやって面白いことしか考えられない、ね、うん、さあ、で、この野宿さんは、はい、私が逆質問したんでしょう、はい、もう、あの、え、野宿さんだったらどうしますかって言って、うん、そしたら、旦那様にだけご報告して、はい、旦那様にも他にも言わないように口止めする、住宅ローンを完済して都心にマンションを購入するかなっていうことで、うん、やっぱちょっとリアルで、ね、リアルです大人の方たちはリアルな考えに、うん、でもリアルですね、最高ですって私は書いたんですけど、はい、でも素敵だと思います、うん、こういう、なんだろう、夢を語るって結構面白いことだなって思って、はい、うん、確かに、なんか無理だよって言っちゃったらなんかつまんないじゃないですか。そうですね、はい、夢を語るって面白いなと思ってでも5億見たら倒れそうですよね、うん、なんか想像がつかないよね、どんなもんなんだろうって全然想像がつかないですね、うん、でもこれはね、今はその宝くじドリームジャンボのお話でしたけど、はい、この夢を語るってやっぱり楽しいことだと思うので、うん、楽しいですね。だからまなちゃんだったら、はい、なんだろう、モデルになってって言ってその先とかもあるじゃないですか、はい、だからなんかああいう楽しい配信ができるんだなって思ったりとか、はい、ペイちゃんだったら、もうペイちゃんはね、さっき楽曲が流れた通りステアライブ、う、ね、うん、もう本当にダウンロード150円でできるんですけど、はい、どん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 夢が叶っていく方って明るい方がやっぱり多いなって思います。結構希望に満ち溢れてるというか、キラキラしてますよね、うん、そうですよね。で、なんか応援したくなるって言って、うん、応援させていただいて、はい、夢がバンバン叶っていく方が多いのかなって、うん、思ってます。もうだってだから夢を目指す上で、自分もそういう夢目指してる人見ると刺激になるというか、なんか見てて元気をもらえるというか、うんうんうん、ありますもんね、やっぱり。ありますあります、はい、うん、やっぱね、頑張ってる方たちのやつ見ると私も頑張ろうって思ったりとかするし、うん、うんうん、確かに分かります、思います、ね、うん、だから今日初めて会った時になんか14歳って聞いて、そうそうそう、あ、みたいなめちゃくちゃそれも僕的にもすごい刺激になりますし、うん、すごい、いや、かっこいいなって思いますね、やっぱり。そうですよね、嬉しい、うん、で、まなちゃんからはあれ、直接あ、綺麗ってなんか言わせてる感ないっすか大丈夫ですかなんか大人の圧力みたいなね、女性に言われる、同性に言われるって、まあ、確かに嬉しいことですもんね。あなたが言わないからよ。いやいや、綺麗ですよもちろんもちろん、はい、もう一目惚れしました、これは本当にありがとう。いや、もうねあのね、私ももともとギャルっていうね、部類にちょっといたので、夏っていう姉ギャルだし、姉ギャルだし、そうそうそう、で、抜けてないって言われた、もうギャルって分かります、はい、あ、そうなの、分かるなって思って、へ、分かりますか、ギャルっぽいやっぱ抜けないものなんだなって思って、でもなんかそういうギャルって、はい、なんかまた偏見があったりするんですけど、まあ、はいはい、うんうんうん、そういうものもね、はい、どんどん取れていったらいいですね、はい、うん、ギャルだからやんちゃとかではないので、はい、うんうんうん、そうですね、芯を持ってる方が多いかなと思います。多いですね、 LINE ライブでも結構いらっしゃいますよね、ギャルの配信者の方って、ね、います、います、うん、結構それでも芯を持ってる方が多いイメージもありますし、うんうん、はい、でもなんか、いや、これって決めた時ことはもう本当に揺るがなかったり、はい、あと、なんだろう、アイディアがすごいなって思います。あ、確かに結構クリエイティブな方が多いですもんね、うん、なんか、なんだろう、私も同期とかでなんか、はい、
プロデュースしたりとか、化粧品プロデュースしたりとか、やっぱ活躍の幅が広がるってそれだけアイデアが浮かぶからだなって思っていて、まなちゃんなんかはね、いっぱいレパートリー持ってるからフリートークでやってもらおうかなって、はい、お願いします。そう、こんな感じで、たくさんのお便りご質問いただきました。もうペイちゃんからもね、ペイちゃんのファンの方からも、ありがとうございます。ありがたいです。はい、本当に嬉しいことですよね。いや本当にもうリスナーさんの、リスナー様様ですからね、僕らは。様様です、本当に。見てくれる、ね、方がいなかったら私たちただのクズ、いやクズとは言い過ぎですけど普通に ね、本当に、のじこさんもそうだし、あのゼロさんっていう私も、あのリスナーさんからもお花が届いていたりとかして、本当にありがたいです。今日もね、こんな雨の中、ね、見に来てくださって本当にありがたいです。ありがとうございます。嬉しい。じゃあここで、はい、あれフリートークコーナー、あれ最高言ったっけ。やってないです、まだやってないですよ、でそう、こんな感じでお話ししていると、もう、そう、すでにねフリートークコーナーに入ってるんですよね。ちょっと入っちゃうんですよね。そうでもちょっと今日はスペシャルで行ってみましょうか。はい、じゃあそれでは次のねコーナーに行ってみましょう。はいはい、フリートークコーナー、うちらって最高最高最高です。ゴーが大事なんです。ゴーが大事ですね。こだわりのゴーが、こだわりあります、ゴーが。そう、お話ししていると、そう、すでにねフリートークコーナーにこれ入っちゃうんですよね。はい、そう、まなちゃんもう一回ちょっとその私ね最高が気に入っちゃったんですよ。本当ですね。なんか仲良くなったような感じなんですよ。最高最高どうですかどうですか皆様ご満悦な感じですごいすごい。まなちゃんのレパートリーね、すごい、あれなんかあるよね、あれいい波乗ってんね中学生だよね、なんか大学生みたいなさノリじゃない本当にすごいなって思ったのが、ね、そういう柔軟性と、あとなんか配信ってエンターテインメント性も試されるじゃないですか。それは大事ですね。なんか自分のなんだろうな、やりたいことだったり目的を話しながら、あとコメントを拾うって結構いろんな頭使うんですよね。でその中でもまなちゃんの最高だったりいいのやってんねって本当に初めて見た時すごいと思って、その最高っていうのが一回ノリで配信で最高って言ったんですよ、そしたら、リスナーさんからそれいいねみたいななんか生まれるよね、配信中ってそうなんか発想が出てきますね、なんかヒントをくださるリスナーさんが、そうなんですよね、はい、ヤンスもだからもう過去なんですよ1ヶ月間の間でもう過去になったこととか結構ないですか、ペイちゃんはなんかあるかな。ないですか。僕この1ヶ月って結構あっという間でなんか毎日配信とかしているとスタイルも変わっていったり、新しいものどんどん生み出していけるじゃないですか、なんか変わったこととかありますか。変わったことですか、なんですかね特に僕はあんまり、あ、髪型ぐらい髪型めちゃくちゃ変わるんですよ僕、最初 LINE ライブ始めた時はロン毛だったんですけど、そっから短髪になって銀髪になって、さっき写真見せてもらった、見せたんですけど、あのピンク色の頭になって、そう、なんか日に日に短くなっていくっていう髪の毛傷んでなんかすっごいドライヤーしたら散るみたいな、そうピンクの髪で散るからなんかもう桜吹雪みたいなやつをドライヤーしたらなんかもうペラ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 みたいなでもひどすぎて短くして今こんな感じなんですけどですね、髪型ぐらいですね僕が変わったのは。いつさ見に行っても、私もリスナーをするので、はい、最新しながらいつ見に行ってもあれ今日ピンクってなってたり、でその都度本当に柔軟性の高い方だなっていつも思ってて、はい、で今後でねちょっと告知タイムもあるんですけど、そうもう歌配信、はい、歌配信メインなんですけど、さっき流れたステアライブを撮った後に、先月の出演時には
アンのイベントに出ていて、はい、アンのイベント出てました、はい、見事ね、見事もう皆様のおかげで掲載も決まり、ただいま何に挑戦中なんでしたっけ。現在はちょっとビビのビビイベントに参加しております。ビビ、はい、さっき教えてもらいました。そうなんですよすごい、もうだからもう多彩すぎて、はい、うんうんうん、いえいえ、全然ですよ。すごいなって、ただヘラヘラしてるだけですからね、僕なんて歌ってヘラヘラしてるだけだから。そのね、歌ってるだけって、でも本人は気づかないのかもしれないですよね、はい、なんかね、歌ってるだけなのにって思ってても、やっぱできない方からするとすごいなって思ったり、はい、うん、はい、うん、引きつけるものがあったりね、すると思います。でも多分こちらにいる方はもう皆さん多分それぞれ持ってると思うんで、ね、引きつけるものが多分自分で気づいてないものがあるんじゃないですか、うん。ね、あるんですか。あるんだと思いますよ。あ、なんかペイちゃんね、はい、すごい男性でも女性でもすごい柔軟に対応してくれるんですけど、はい、ペイちゃんから今日初めてじゃないですか。初めてです、はい、ペイちゃんから見てマナちゃんってどういう感じに見えるんですか。いや、もうなんか大人、まず第一印象ですけど、うんうん、大人っぽい嬉しい。だって14にまず見えないじゃないですか、うん、普通になんか大人の女性かなって思ったけど、うん、聞いて10個も離れてんですかみたいな、うんうん、そうで、めちゃくちゃおしゃれやし、なんか自分の好きなことで突き進んでて、なんかそれもまた刺激になりますし、かっこいいなって思いますけどね。ありがとうございます。もう素直に率直な意見です、僕の第一印象というか。素敵です、うん、めちゃくちゃ喋りますしね。そうそうそう、私もなんか、ね、おしゃべりできない方だったらちょっと難しいかなって思って見に行かせてもらったんですよ、はい、めっちゃくちゃなんかやっぱりね、コメントも流れちゃったりしてて難しいんですけど、うん、その中でも拾って、はい、うん、おしゃべりしてるので、はい、あ、全然大丈夫ですねみたいな感じで、うん、つないでくれたね。緊張してます今。緊張はするの。めちゃめちゃしてます緊張。そう、やっぱりそう、なんか大丈夫でしょって言われるんですけど、なんだろう、やっぱこのね、スタジオの感じと、まあ、別の空気がなんかね、うん、ありますよね、はい、独特の、ちょっと個人でやってるものとやっぱ違うので、うん、私もめちゃくちゃ緊張してますし、はい、でも楽しい方が上回ってるので、はい、じゃあペイちゃんから何かありますか。え、ケイさんですか。ケイさんなんかね、もう仲いいんですよね、めちゃくちゃ、はい、その結構始めたタイミングも一緒ぐらいで、そうそうそう、 そうですね、それで仲良くなったのかな、うん、でなんか誕生日も1日違いし、そうなんですよ、それでなんかよくしてもらって呼んでいただけたんですけれども、なんですかね、ケイさんは別になんか面白い方ですよ。あ、でも本当にお綺麗な方ですしね、はい、なんかそのギャップがやっぱ印象としては大きいなって、まあ、さっきも聞こえなかったです、あのギャップあの綺麗な方なのになんかね、それギャルの名残なのかは分かんないですけど、はい、面白い方ですよね、本当に。めちゃめちゃ面白いです。でね、こうやって話してるともう本当にお時間なんですよ。あら、もうですか。え、もうですか。早い、ね、残念ながらね、もう終盤ということなんでしょうですが、どうでしたか。はい、いや、もうすごい楽しいです。よかった、ね、それぞれ、はい、じゃ感想や告知なんかがあったら、はい、うん、ちょっと予約して、はい、お願いします。まなちゃんからどうぞ。今日は本当にすごい楽しい方です。あと本当に K さんのリスナーさん方、うん、K さん本当にゲストとして呼んでいただきありがとうございます。はい、こちらこそです。 Pちゃんありますか。すごいですね、14歳で言えるコメントじゃないですかね。本当にね、しっかりしすぎじゃない。何食べて生きてきた の, の本当にすごいね。でも本当にKさんをはじめKさんを応援してくださってる皆さん本当にありがとうございます。2回目も呼んでいただきまして、本当にありがとうございます。その先ほども紹介いただいたんですけど、 Vivi のあのイベントに出てるので5月2日までなんですけど、 LINE ライブで僕歌を歌ってるので、よかったらペイちゃんで検索していただいて、で5月2日は最終枠は僕ライブをするので、スタジオ借りてぜひ遊びに来ていただけたらなって思います。ありがとうございます。ありがとうございます。で、私も今日から原宿サイネージネイルモデルが、サイネージで掲載されています1週間、うん、今日は、ね、雨の状況で行けなかったんですけど、はい、ゴールデンウィーク中には行ってこようと思います。そうで、この今日の感想なんかもツイッターやインスタグラム配信内で感想を送ってくれたりしても嬉しいです、はい、
はい、そして次回のメンタルセラピスト K のズッキュンラジオは5月3日20時からオンエアされます、はい、ということでまた次回お会いしましょう。 K のズッキュンラジオ、本日のゲストはペイちゃんとマナと私 K でした。それではバイバーイ。バイバーイ。こっちかな。バイバーイ。